東京都で今日確認された新型コロナウイルスの新たな感染者は992人でした。先週の日曜日より193人増えました。重症者用の病床使用率は0.5ポイント上がって13.6%、全体の病床使用率は0.4ポイント下がって23.3%となっています。全国の新たな感染者は14,239人でした。